こんにちは、お集まりいただきありがとうございます。前田敦子です。昨年初めてシアター国民で、舞台デビューをさせていただきまして、また今年約1年後にこうやって立てると思っていなかったので、とても嬉しいです。同じ場所に帰ってこれて、そして、岩松さんはあまり数を見てる方ではないと思うんですけど、とてもなんか世界観に引き込まれると言いますか、いつも見てて、わあ、羨ましいなって思っていた世界だったので、去年舞台をやらせてもらった時に見に来てくださって、挨拶させてもらった時に緊張したのをすごく覚えているんですけど、こうやってお仕事を一緒にさせてもらえるのはすごく嬉しいです。精一杯頑張りたいと思います。今日どうもありがとうございます。勝本です。先ほど岩松さんからお話があったんですが、僕にとっても岩松さんは突然の人でありまして、僕初めて岩松さんの芝居を見に行ったのが、布団とだるまという木の部屋の舞台だったんですが、本番中に突然照明が落ちまして事故で、3分ぐらい消えたままになったりとか、そして20年前に突然、全くにも僕だけは知っていたんですが、岩松さんからうちに電話がありまして、上京にいた小林香織さんが、劇場をやめていない、劇場で芝居をやります、勝丸さんも出ていただけませんかと突然オファーがありまして、それも驚いたんですが、その後稲川さんの前は串田さんと松たか子ちゃんと国分でやらせていただいた時も、突然本がなくなりまして、どうなるんだ、また突然山さんが本を書いてくださって、その時も戦場のピクニックという素晴らしい本を突然書いてくださいまして、その後に2004年ぐらいの、嵐の二宮君と小泉京子さんと一緒に岩松さんの舞台を渋谷から遠く離れたという舞台をやらせていただいたんですが、それも新山さんが演出 でこの間久しぶりに岩松さんとこのポスター撮りの時にお会いしまして、風間君また渋谷で出ないって突然オファーをいただきまして、それはまだどうなるかわからないんですが、岩松さんは僕の中で本当にいつも突然の人で、しかも印象的な素晴らしい作品を残して僕にも与えてくださって本当に感謝しております。今回も市長さんはじめ皆さん本当に素晴らしい方たちと舞台では、私が本当に初めてでどんなことになるか本当に楽しみで、岩松さんがお父さんで蘭さんがお母さんで、それだけですごく安心です。お兄さん中村氏です。はい。お兄ちゃんはでもすごく愛している妹っていう立ち位置だと思うので、いっぱい、はい、大好きなお兄ちゃんになりたいと思います。どうもありがとうございます。僕一番最初に見た時は観客目線で初め見てたんですけど、途中から役者目線というか、そういう目線で見てて、出てる人たちはすごいなと思って、途中でちょっと意味が分かんないところがあったりとかして、ここに出てる役者の人たちは本当に意味が分かってやってんのかなっていうすごいなと思って、だから最初山さんがじゃあいつかやりましょうって言ってくださった時に、僕できませんって言ったことがあって、だけどどこかその世界観に引き込まれる自分もいて、だから2008年にやらせていただいた時っていうのはもうなんかここに飛び込んでみたいっていうか、ヤマツワールドに飛び込んでいろんなことを吸収して、自分の知らない世界でそこをなんか勉強して、という気持ちが強かったのでやらせていただいたんですけど、なんとも言えない
世界観なので、ちょっと説明できないんですけど、そうですね。山さんの書いたセリフを言えるっていうことが、そういう気持ちにさせてくださる参加さんなのかなというふうに思いますね。はい、だからとても、嬉しいです。20代ぐらいの人たちって多分見に行く勇気がなかなか出ないんだろうなって思うんですよ。私もこの世界に入るまで見に行く勇気がなかったというか、どうやってチケット買っていいのか分からなかったとか、そういうことがすごくあったので、なんだろう、もっと身近に感じてほしいなっていうのは思いますね。当日でも並んでもらえれば見れますし、なんだろう、いくらでも、そうですね、もっと、なんだろう、どうしても舞台ってちょっと遠くなりがちだと思うんですけど、映画とかそれぐらい同じような気持ちで足を運んでもらえるきっかけができたらいいなと思うので、若い人たちにもぜひ見てもらうきっかけを